んにちは。こんにちは。ヨッピーです。サンキュー先生です。今日も皆さんとお会いできたことを心から感謝します。はい、今日はゆうたくんのイバリーヌ1、ゆうたは友達を紹介します。はい、こちらはですねシリーズになっていて16作品ある第1弾目なんですね。はい、で登場するのがこの犬なんですけど、この中ではちょっと名前が書かれていないので、まあ、犬と言いますね。犬とあとこの一緒に住んでいる男の子ゆうたくんっていうんですけど、ゆうたくんの2人が出てきます。で背景がなくてその犬のページと男の子のページがあって比較するんですが、比較するのがこの犬目線なんですね。犬から見てあいつはこうだけど俺はこうだっていう感じでね、書かれていて、そこがちょっと上から目線なんですね。そこがちょっとね面白いポイントといいますか、あ、なんかハスキー犬ですよね。なんかハスキー犬らしいというか、なんかそんな感じがしましたね。はい、というね内容なんですが、やっぱね2人はすごく仲良くって一緒に住んでるんですけど、まあ一緒にあのこう違うけど大好きなんだよっていうのがすごく伝わってくる絵本になってましたね。はい、ということでサイズはですね大体大人の手のひらサイズになっています。はい、小さい子でもね持ちやすいサイズになってましたね。この大きさもまた可愛らしさを、そうですね、すごいこの赤がすごく目を引くと思いますか。この中にハスキー犬がね、プトーンと描かれてるとなんかすごく目を引く絵本だなと思いました。はい、でね、今日の絵本のテーマですけど、友達のどんなところが好きっていうのをねちょっと考えてみました。まあ、そんなこと考えながらまた今日のお話聞いていただければと思いますね。はい、はい、紹介します。はい、ゆうた友達、俺は犬、まず俺、このハスキー犬が自分のこと俺って言ってるんですけど、うん、俺は犬、うん、はい、お前は人間、ゆうたのことなんですね。はい、俺はお前ですね。そうですね。で、人間は面白いと笑いますよね。でも俺は笑えないから尻尾を振るんだよ。特徴、こんな感じでね比べていくんですよね。はい、でね、嬉しい時はいい子いい子ってしてくれますよね。人間は犬にいい子いい子ってするけど、犬はペロペロって舐めるよ。はい、ここがですね、うまく言えないんですけど、お前は何々するけど、俺はこうするっていう言い方なんですね。全部そんな言い方だと思って聞いてくださいね。はい、で、俺はおしっこするときに足を上げるけど、お前は足を上げないって感じでね。なるほどっていうの。はい、で、ここで何歳ぐらい、ゆうたくん何歳ぐらいかなって分かるんですけど、お前は何でも聞くよねって、ここはこれは何って聞くよね、だいたい 2,3 歳かなっていう風に想像つきますよね。でも俺は聞くことができないけど、考えることはできるか、んって黙って考えるよっていうね。対等のようで、そうですね、結構見下げてるような、はい、なんかちょっと雰囲気ありますよね。はい、で、まあ、いろいろ比較するんですが、俺とお前はやっぱり全然違うけど、でも好きだよって、ゆうたのこと俺は好きだよって、だから友達だよねって言っておしまいなんですね。これちょっと私考えてみたんですけど、犬ってこう家、あの飼い犬はその家の中で自分の位置を決めるってことじゃないですか、うん、そう言いますよね。はい、でこの子 2,3 歳だと思ったら、多分お父さんお母さん、本当は自分、ゆうたっていう順列をつけたのかなと思うんですけど、でもこうやって関わってる中でやっぱお前のこと好きだよって、うん、だから自分より下じゃなくてお前は友達、うん、そうね、隣のラインだよって言ってるのかなと思って、うん、なんかそんな風にさえ感じるんですけど、うん、で作者の、北山陽子さんの愛犬が実はハスキー犬なんですね、うん、なのでこう生活してる中でこうやってなんとなくこう上からな目線を感じる時もあるけど、やっぱりこう生活してると上も下もなくて友達、その対等なラインにいるよっていうのをなんとなく感じがてらして、でこうやって絵本にされたのかなと思ったんですよね。はい、でもなんかこうなんかこれがもしトイプードルとかだとまた雰囲気違うと思うんですけど、ハスキー犬っていうところがね、俺はっていう感じがしますよね。
なんかそこが面白いなと思って、うん、思いました。うちもなんか犬飼ってたので、うん、なんかこう、うん、犬を飼っていて、私それ子供の時だったんですけど、やっぱ父と母の方がこうキャンキャンって嬉しいって感じですけど、私なんか友達って感じになったような気がしました。なんかプイって無視される時もあれば、なんか足で草キャキャって蹴られて、かけられた時もあれば、こっちがキャーって怒る時もあればで、なんかちょっとこう対等な友達ラインだったなと思って、なんかそれを思い出したら、ああこういうことあるなとか言って、うまいこと描写してますね。そうなんですよ。なんか喧嘩する時の描写も面白くて、お前は叩くけど俺は噛むよとか言って、そこあ噛むんだなんかそこがやっぱ多分自分の上のお父さんお母さんだったら多分噛まないと思うんですよ。でも友達のラインだから、向きでお前がやってくるなら俺もやるみたいな感じ思うんですけど、うん、なんかでもやっぱ友達って損かなと思って、な一方的になんか押し付けるとかじゃなくって、やっぱり同じラインで立ってるからこそ友達だよねって、だから大好きなんだよ、だ大好きと友達が起こるから、うまく言えないんですけど、まあ好きだから友達そうですね、やっぱり好きなんだなと思って、はい、大好きが伝わるなと思いました。そこでまあ、言葉にできないけれども、うん、隣にいることで大好きがなんかお互いにこう通じ合ってるというか、そうなんです、するかなと思いましたね。すごくよく観察してますよ ね、 そうですよね、男の子のことも犬のことも ね、 そうですね、なんか細やかな視点が、はい、そうですね、全部読んでみたくなりますね、はい、この先どうなるか、ね、はい、この先でこの犬の名前も出てくるんですが、うん、ここの中では出てこないのでまだ死にしておきます、はいはい、なんかこう犬好きな人にももちろん、なんか動物を飼ってる方もきっと共感してくださるかなと思いましたね、うん、でちょっとに犬とか動物苦手だなっていう方でも、うん、なんかこれ見てるとその面白さに気づいてくる、本当そうなんですよ、気づくかなと思って、うん、なんか動物と接するすごく面白いんじゃないって思うんじゃないかなと思って。犬好きだけじゃなくてね、実はシリーズで猫が出てくるのもあるんですけど、そうなんですね、猫好きも結構受けましたまたちょっと猫の目線で描かれてるんですね、あ楽しみですねぜひ好き読んでみてください。はい、そうですね、はい、ということで今日はゆうたくんちのいばり犬、うん、ゆうたは友達を紹介しました。最後まで見てくださってありがとうございます。またお会いしましょう。さよなら。